英文の基本構造期間を表す前置詞 for duration. ここでは期間を表す前置詞「for」と「during」を見ていきます。両方とも日本語では「何々の間」と同じように言えてしまうのでその違いをしっかり確認しておいてください。まず「for」の方ですけれどもこれはある動作や出来事 状態がどれくらい続いたか、継続した時間的な量や長さを述べるときに使われます。for three hours で3時間、何かが3時間続いたことを表しています。例を見てみましょう。例えば、I started studying night started seven last at 私は昨夜7時に勉強し始めました。そして、 I stopped studying at eleven。十一時に勉強を終えました。さあ、あこのような状況で、例えば四時間勉強したと言いたいときにはどう言えますか？そうですね。I studied for four hours last night. For f hours。こういうふうに言えます。 他にも例えばそばをゆでる時間が10分であれば「For 10 minutes」カップラーメンのお湯を入れてから待つ時間が3分であれば「For 3 minutes」のように何かをするのにかかる時間の長さにも「For」を使うことができます。これに対して「During」の方ですけれども時間の量や長さではなくて動作や出来事が起こるまたは起こりうる 期間間や時間の範囲を表します夜の間に雨が降ったという表現のこの夜の間にという時には During the evening と言え,言えますね。では少し例を見てみましょう。例えば私は日中働きます。そういう時には I work during the、day. during the day. 夕方に勉強しますであれば「I study during the evening」このように働いたり勉強するという行動が起こる時間帯を表したい時に「during」を使うことができますじゃあ「夜に寝ます」と言いたい時にはさっき言いましたけれども「夜に」という場合には「during the night」と言いたいところですけれども これは決まり文句の at night という表現がありますので私は夜に寝ますと言いたいんであれば I sleep at night となりますのでこれは注意してください During は他にも例えば Golden weekDuring golden week でゴールデンウィーク中に During my vacation で私の休み中に During the week でその週に DuringLunchTime などでお昼の時間になどとの表現と使うことができます。For、というのがかかった時間や続いた時間の長さを表すのに対して During は動作や出来事が起こる時間的な範囲を表すこれを覚えてください。